やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。繰り返す。速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。ハイテッカー増加より通達。速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。繰り返す。速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。さっさと運び込め。ハイデッカー統括がお待ちかねだ。積み込み完了。 B8 フロア発送開始。整備班了解。侵入者だ。革命。これでどうだ。これでどうだ。備えろ。あてに沈め。攻めるぞ。何してたか調べるぞ。バレット・クラウド、これ見て。あのロボットの部品をリフトで運んでるみたいね。邪魔してやろうぜ。整備不良に持ち込めるかもな。賞賛あり。操作盤を確認してみよう。操作盤ってのはあれか。動かせそうか。カードキーがいる。探せ探せ。見つかったの？ああ。よっしゃ、操作盤をいじくろうぜ。M ユニットって書いてある。これが部品かな。マテリア溶液を使った強化パーツだ。邪魔できそうか。リフトの行き先を廃棄に切り替える。うまくいったね。よし、次行くぞ。私たち今も見られているんだよね。ああ、撮影中だろうな。今さらどうしようもねえ。せいぜいいい顔しようぜ。どいてもらう。止まってられない。じゃあ、焼き尽くす。当てる。終わり。いけるか。おとと行きやがれ。7フロア発送開始。了解。 D8 フロアの物資が届かず通信不通。至急確認願う。侵入者だ。捕らえろ。
B7 フロア侵入者とは戦闘状態に突入おい来いよ了解この前やってやるリフトも操作盤も出したねじゃあ邪魔し放題だぜまずカードキーを探そうリフト操作にはカードキーが必要ですなのにクラウド決めて こっちの荷物は AI コアだって行動制御プログラムのブースト装置だつまり素早く動くようになる素早いロボットそれは怖いねどれを捨てるのかよく考えてねリフトが運んでんのはビッグボンバーだとよ通称ビッグバン強力な爆弾だ捨てれば弾数を減らせるなどれを捨てるのか決めてくれの悔しがる顔が見えるぜ廃棄した荷物はどこに行くのおそらく廃棄物を集める部屋があるビッグボンバーだの AI コアだの結構なお宝があるんじゃねえのかかもないただいちまうか部屋が見つかればなみんな聞いてくれシンナの言うことは全て嘘っぱちだ魔晄は星の命だシンナは星を食い物にしてるだからバレット、いきなりどうしたの放送されんなら言いたいこと言っとこうと思ってな音声はカットだろうなやめろ！
ぞ。カード見つけた？1枚だけ。でもリフトは3つだ。選ぶしかないね。こっちは何だ？ M ユニット、機動兵の強化パーツだ。どれ捨てるかは任せるぜ。これは AI コアのリフトみたい。どうしよっか。どれ捨てる？こっちのリフトはビッグボンバーだ。さっさと捨てるもん決めて、シンラの計画をボロボロにしようぜ。ビッグボンバーを廃棄しました。いい気味だ。さて、どっちが制裁されることになるのかな。楽しそう。シンラをぶちのめす姿がミッドガル中に流れんだろ。笑いが止まんねえよ。もう踊り出したりしないでね。お、一緒に踊るか。クラウド君もどうだい？遠慮しておく。
了解。侵入者だ。取り押さえろ。しなさい。よいや。リフトは4つだ。カードキーがもっと欲しい。ビッグボンバーだな。弱っちくなりそうなのを捨ててやれ。そっちは M ユニットか。ああ、シンラに恥をかかせるチャンスだからよ。どれを捨てるか慎重に選べよ。こっちは AI コア。他のも確認して決めるしかないね。こっちは動作速度が上がる AI コア。どれを捨てるか決めた？AI コアを廃棄しました。ハイデッカー悔しがるね。こっちの荷物は強力爆弾ビッグボンバーで、何を捨てるか決まったのか？ビッグボンバーを廃棄しました。連中の悔しがる顔が見えるぜ。ロボット弱くなったかな。やるだけのことはやった。そうよ、やってやったぜ。あとは仕上げを残すのみ。もうすぐ出口だな。ティファ、爆弾のスイッチは？準備はできてる。デカ物をぶっ壊したらポチッといくぞ。うん。やるだけやった。あとは出たとこ勝負だ。
整備の状況は？ビッグボンバーが不足、現在緊急対応中。急げ、統括がお待ちかねだ。よし、まだ整備中だ。侵入者だ、捕らえろ。整備時間を稼ぐんだ。冷静に対処すれば必ず勝てる。勝利のポーズ考えとくか。全員で決めてやるのさ。中継されたら流行るぞ。断る。あ、行き止まりか。他を当たろう。何かいる。うわあ、危ねえだろ。おい、ヒッ、そこだ。つらっ、つらっ、確実に。ヒッ、まだまだ。おう、そこ、どんどん行け。こっちは任せる。待ってました。こちら、こちら、狙うぜ。邪魔だ。邪魔だ。邪魔だ。飛び出ろ。どけどけ。どんなもんよ。ほら、はい、ほう、聞くよ。完全注意。ヒッ、そこだ。ここから進めそうだな。露骨な誘導だ。最後に勝ちゃいい。何があろうと俺たちはセブンスヘブンに帰る。必ずだ。
絶対だ。うん、マリンにただいまって言おう。もちろんクラウドも一緒にね。スマイルを忘れるな。報酬次第だな。どうした？さっさと開けろよ。緊急ロックモードだ。閉じ込められたってこと？あの部屋から開けられる。めんどくさいことしやがって。あの先には廃棄物を集める部屋もある。整備を邪魔したアイテムが集まってる。お宝部屋か。よっしゃ、さっさと行こうぜ。どうやって開けるの？仕組みは簡単だ。レバーを同時に動かせばいい。ここは任せて。俺がここだ。お前は残り物な。現在緊急ロックモード有効です。レバーを同時に動かすんだよね。じゃ俺が温度取るぜ。いや、ティファだ。ああ、その通りだ。くそ。まあ二人ともよく見てね。行くよ、せーの。緊急ロックモード解除しました。おっしゃー。やったね。すごい、息ぴったりだった。そうだな。宝部屋も覗こうぜ。ここがお宝部屋か。開けばな。開かないの？最上級のセキュリティロックモードだ。あっちのとは違うのか。同じだが、こっちは何度か繰り返す。はっ、楽勝だぜ。うん、やってみよう。現在、最上級セキュリティモード有効です。二人とも、私に合わせて操作してね。じゃあ、行くぞ。ティファに合わせるんだ。わーってる。さあ、ティファ、頼む。最初の入力、行ってみよう。せーの。ミスった。頑張ろうね。せーの。倒す方向に気をつけよ。しっかりね。せーの。私に合わせて動かすんだよ。めげずに行こう。せーの。息を合わせよ。頑張ろうね。せーの。ちゃんと向きを合わせて。しっかりね。せーの。悪い。もっと息合わせろ。アーバーラッチ。もう調子狂う。私たちならできるよ。せーの。倒す方向に気をつけよ。めげずに行こう。せーの。私に合わせて動かすんだよ。頑張ろうね。せーの。ミスった。しっかりね。せーの。ちゃんと向きを合わせて。めげずに行こう。せーの。スピードを考えろよ。温度を取ってやる。
セブセブセブヘブヘブセブセブセブヘブヘブ。ふざけるな。これならいいか。セブスヘブンヘブンヘブン。もう本気出していくよ。せーの。まだまだ肩鳴らしだ。しっかりね。せーの。焦らないで。頑張ろうね。せーの。セキュリティモードレベル1解除。2人とも完璧。この調子でいこう。次いくよ。せーの。私に合わせて動かすんだよ。めげずに行こう。せーの。倒す方向に気をつけよ。しっかりね。せーの。まだまだ肩鳴らしだ。おい、やっぱ俺に合わせろ。オンドリア、セイ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 。余計わからない。難しくてもやるしかないよ。せーの。セキュリティモードレベル2解除。やったー、コツをつかんだ。おうよ、どんと来いだ。神羅の鍵という鍵を開けてやら。半分終わったね。もうひと踏ん張り。せーの。息を合わせよ。めげずに行こう。せーの。悪い。頑張ろうね。せーの。焦らないで。めげずに行こう。せーの。まだまだ肩鳴らしだ。しっかりね。せーの。息を合わせよ。温度を取ってやる。セブセブセブヘブヘブ。セブセブセブヘブヘブ。ふざけるな。これならいいか。セブスヘブンヘブンヘブン。もう本気出していくよ。せーの。力みすぎじゃねえか。めげずに行こう。せーの。セキュリティモードレベル3解除。大成功。怖いものなしだね。これで最後だよ。気を抜かないで行こう。せーの。まだまだ肩鳴らしだ。頑張ろうね。せーの。悪い。しっかりね。せーの。焦らないで。めげずに行こう。せーの。まだまだ肩鳴らしだ。もっと息合わせろ。アーバーランチ。もう調子狂う。私たちならできるよ。せーの。息を合わせよ。しっかりね。せーの。焦らないで。頑張ろうね。せーの。セキュリティモードレベル4解除。廃棄室のロックを解除します。
かと思った。おいおい、クラウドさんよ、あんた本当にソルジャーだったのか。こういうのは専門外だ。何でもやれや、何でもや。はいはい、そこまで。早く中を見てみよう。元ソルジャーだ。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。まあ役に立たなくなる者も多いな。ソルジャーの死因で最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーなら皆知っている。もちろんだ。こっちは無視かよ。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆くものほど浪費する。そう、それよ。浪費について話そうじゃないか。魔鋼の正体はライフストリーム。ライフストリームは星を流れる。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。はあ、吸い上げているのは確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。魔鋼の本質など誰もが知っている。それでいて見て見るふりをしている。そう考えたことは。んなわけあるか。仮にそうだとしてもてめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えんよ。さて、スラムの道化師諸君、君たちは今から敵国軍隊の手先だ。市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。軍隊だと。なんだそれ。
ネズミどもには理解できまい。何してやがる。これは貴様らの作戦ではない。我々が入念に計画した戦意先導後方作戦なのだ。よって爆破のタイミングも、あ、神羅が決める。天命。さあ、ショーの始まりだ。ミッドワル全市民の敵アバランチ、ウータイとの共謀による罪状は明らか。貴様らを即刻粛清する。頼られちゃうな。ビリビリだ。あっ、そこ、ふっ、ダメ押しだ。俺が決める。あっ、まだまだ。戦闘フェーズ第2段階へ行こう。こっちがエアマスターの本領発揮だ。
どうだ。そうだ。いいから、ティファを。いろいろ悪かったな。これで終わりみたいな言い方をするな。クラード、いいぞ。大丈夫か？聞こえてるか？あの時は膝をすりむいただけで済んだけど、あの時、今度はどうかな。起きられるか。今度、気にするな。今は体のことだけ考えるんだ。体、動かせるか。やってみる。どうだ。ゆっくりな。少しずつ。少しずつ。わかってるさ。なあ、あんた誰だ。誰だ。私はお前の主人だ。
クラウド、楽しもうか。大丈夫かな。よかった、目覚めた。あんたは？エアリス、名前エアリス。クラウドだ。また会えたね。そうだったか。え、覚えてないの？ほら、お花。ああ、花売りの。あ、ここはスラムの教会5番街。いきなり落ちてくるんだもん、驚いちゃった。お花畑、クッションになったかな。うん、いいね。 あんたの花か。悪かったな。気にしないで、お花結構強いし、ここ特別な場所だから。ねえクラウド、これ落としたよ。ああ、私も持ってるんだ。マテリアなんて珍しくもなんともない。でも私のは特別だって、何の役にも立たないの。使い方を知らないだけだろ。そうかもね。でもそれでもいいの、身につけてると安心できるし、お母さんが残してくれた。ねえ、せっかくの再会だから少しお話しする？